振り向けばいつもアフロディーテ必死のバッチ 80% で愛と違ったバイヤーやった。しかもこれやばいですよ。ロックです。ロックを掴んでしまった。あ、はい、これ出ました。こっから5セット確定。このセット、うん、多分なんかラウンド10まで確定か。はい、はい、ということで640ゲーム1590万でした。で、一応旬が出たから奇数資産になるのかな。緑、あー、おかあれてかゲーム数全長超えへんかったね。300で、そうっすね、300のゲーム数全長超えへんかった。とめぎさん、あ、びっくりした。あ、どうもありがとうございます。うん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、6人目ね、今笑顔のおっちゃんが握手してくれた途端、見てくださいよ、ほんまに着きましたよ、カラーリング。これ暑いから、これ暑いから。ただ場所がね、もうちょい早かったら、ああ、そうですね、そうチャンスね。大人はもっと賢いコメントするんじゃないですか。何がやねん。ウェイウェイって言うことありますか。ウェイウェイやろ。ウェイウェイしかないやろ、いうこと。まあ喜びの表現を。いや、そうですよ。この辺で発展する、多分ここで発展かな。はい、発展。うわ、相手は誰、相手はカミュー。うわ、もう最悪、最悪や。嫌な予感してん。チャンスね、413ゲーム、チャンスね、414ゲーム。腹立つわ、降格の時にこれせえや。うまいこといかんわね、まあ、だから楽しいんすよ。ああ、ええこと言うね。そうっすよ。ちょっと急にどうした。何でもそうですよ。何でも、例えば例えばじゃんけんだって負けるから楽しいんですよ。あの、ごめん、はい、思いのほか浅い話でびっくりした。なんか恋とかなんか仕事とかなんかそういう感じで来るねや思ったら、じゃんけんって。ごめん、全くの話で。ごめん、もうええわ。もういいですか。もうええわ、しまいや。ややこしな。はい、1000。あ、緑や、よし、ようやくチャンスが。いやー、これはないわ、前兆が弱すぎる。これでだから3-0記録。いだった。うん、ちょっとおかしいと思ったもん。おかしいと思った。ちょっと待って。これどう思う？どっちが来る？めっちゃ回ってるで。え、押してええんかな？いいんじゃないですか。うん、押しましょうか。まあジェネラルバトルやろうな。さすがに。ジェネラルバトルでしたね。ちょっと期待しました、ね。うん。ちょっと期待したな。はい、あんまり。見たことない演出やからね。という696ゲーム落ち玉でジェネラルバトル当たりました。行きましょう。
ぶっ倒せセイヤ。プリッシュな、もうこいつ出てきたらちょっともう気持ちで負けますからね。 50% いいですよ。よかないわ、うん、何の役にも立たへんから。ここでのスイカは、あら、せいやさんから。中攻撃、まあ、あ、よけた。珍しい中攻撃を受けるけど、うん、なんかいける気がしてきた。お前、鼻で笑うたの。いや、してるやん、単純だなと思ったこのおじさん。じゃあ、変わったことが起きるときはいけるときやん。なるほど、まあ、これだけ打ち込んでる人が言えば間違いないし。あー、そう、ソ連と、画面はソ連と関係ない、何も。チャンスアップゼロ、やばい。中攻撃避けろ。あー、黒田立て立て立てか。残念、いっちゃんしょうもないやつ、いっちゃんしょうもないやつでした。はい、残念。名古屋51ゲーム8点で相手は木田。木田、木田強いね。強いっすよ。強いっすよ、ちゃうわ。どう考えても強いっすよ。強いっすよ、ちゃうわ。何笑うとんねん。木田強いわ。木田強い。木田マジ強いから。ゴールドセイントの鏡っすね。いや、木田強いけど、特化ゾーンのゴールドセイントバトル行った途端死ぬほど弱なるからね。木田、まあ、あれですよね、肝心なところで使えないやつ。だからそうなると留吉さんは旬なわけじゃないですか。ちょっと待って、まあ確かに最弱や。ボッコボコにやられてる。ちょぼ、あと10つなげたいな。つなぎたいですね。つなぎたいな、あと2ゲーム。あかん、あかんかった、つながらへん。惜しい、2周してました。いや、1周だけ。おいおい、チャンス目、2周目、589。てか、なんか声死んでません。どうしたんですか。いや、そろそろ必勝鉢、あなたになってから短いの続いたじゃないですか。はい、必勝鉢やっぱ、おう、おい、やばい。3周目、声が来たてやな。声ガラガラやね。お前、昨日の収録にもいたやろ。いましたよ。昨日は元気だったじゃないですか、言っても。声がね、もうガラガラなんですよ。昨日ので、昨日ので。また来た、木田。木田すまん、木田。美の戦士っていうのが腹立つ。木田、木田。つながるか、つながるか。
よし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 、つないだつないだ、え、これで4周4周4周つないだぞ。チャンスを出さな。おい、頑張れ俺。ラストか。ラストラスト。あ、あ、ちゃう、もう1ゲーム残されてた。もう1ゲーム、あ、もう1ゲームか。行くんだ。いや、これで多分中くらいもらえんのよね。出だしさなし。え、スイカスイカスイカ途中で引いてたから全勝中で。ああ、そうか。さあ、もう間もなく天井を迎えます。992ゲーム長かった。はい、当たりました。よかった、ちゃうわ。長かった長かったね。992ゲーム、総投資が11本いきましょう。入れよう、もうそれしかない、うん、入れさえしたら550枚ぐらい、もうあっという間やからそうやろ。まあそうね、そうやろ。いやもう頼むわほんま。いや、相当手ないやん。何やねん、ラニーさん、ラニーさんじゃん。本気やねん、本気やねん。あ、ボッキーボッキーしてボッキする場面ゼロや今。ああ、もう頼むで。それと。よし。よし、よしちゃうわ。よし、やったろ。やったろ。な、やったろ。やったったやん。歌は流れてないっすよ。じゃあ、じゃあ分かってるわ、分かってるわ。邪魔すんなよ。聞こえないって言うから。めっちゃ集中してんの邪魔すんなだったね。80何パーやろ。中だ、左だ。聞こえないからいやでもそうや、これで、あのチャージもらえて、セカンドチャンス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 。ショー出た、ショー出た
40ポイント以上か。あ、申し訳ない、不謹慎で申し訳ない。今40やな、多分。今日の朝の決意はどこに行ったんすか。お前が言うなら俺は今後ショーは全突破するわみたいな。なるほど、じゃあ俺もこれから追うわ。あの下りは45はないって。45は行ってない、行ってないと思う。交渉あと8000入ってる。はいはい、これでリノーツは8000なくなったらもう負け認めて終わるわ。はい、ということで来ましたリノー。もうこいつ仕留めたるわ、もうほんまにマジで。あんまりリノー打ってるイメージないですけど。いや、昔出た頃死ぬほど打ってた。ああ、いや何も言わないで押そうとしてる。俺は、はい、一発目のトマトは決めてるんで。バー、クソッ。まあもう、クローバーもうこうなったら間違いない。1回目外して2回目こんなすぐ来てよ。神様がごめんごめんっつって、ごめんごめん、クローバー、クローバー、クローバー、そうだ、ミスターミスターって。もうこれだって次のトマト、はい、バー行くしかないやろここで。まあギャンブラーのよくあるシーンですよね、うん、ここは引いてない、もう引けない、もう引けへん。237ゲーム総投手17本ってことは1枚20円、うん、17、850枚。声が出てないんだよ。もう出しとかんと。これで、18本になったから、900万。こう疲れすぎ。お前なスロットはなパワーやからボロボロじゃん。ボロボロじゃな。こんなもんで落ちるからか、お前ふざけんなよ。落ちるわけないやろが。こんなもんで落ちてたまるか。大丈夫じゃ。あ、来た来たわ、ほらほら来た、ほら。どうなの、くそったらか。いや、ほら、まあ、繋がったことにね、繋がったことに意味がありますから。いや、同じこと言ってるだけ。
じゃあもうお前喋っとけ。なあ、お前俺に喋らすな。なんそんな怒ってんすか。気が散んねん。番組だからね。うるさいバカ。うるさいバカ。演者とかそんなもん知ったことじゃないわ。仕事せえ。でもとりあえず当たってよかったっすね。当たり前じゃ、当てるわ。当てるわ。男とめきちゃん当てますよ。ど根性スロッターやから。ど根性スロッターなめんなよ。よし、これは美味しいデメよ。これあるよ、あるよ。大丈夫、多分。よし、さあね。簡単なんですよ。転落抽選すらも、そんなタイミングすらも当たらへんかったらいいんですよ。わかるか、秋田。お前さ、さっき喋ったって。何なんビッグ調子乗ってきたとか。じゃあお前ふざけんな。情緒不安定。そんなもんお前、俺の今までの動画見てたら分かるやろ。付き合えよお前。そんなもん付き合えるか。行くぞ。よし、来た。はい、これ確定やったっけ。確定ちゃうの。 65% 何パーとかな。うわー、仕留めろよ。落ちるかこんなもんで。いきなりお前。大丈夫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 。いやー、何うすら笑い浮かべてんねんお前。じゃあバカ笑いにしますわ。いや、まだいるっぽい、まだいる、大丈夫大丈夫や、まだいる。ならさっさと当たれよ。あぶんな。おった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 。さっさと当たれよな、ほなら。何してんねんお前。来たんちゃう。さすがに来るやろ、これは。よし、これで500枚くらい。そんなもんかな。500枚ちょいくらいかな。はい、2回目のビッグ終了、いきますよ。よし、来た。ほらほら、笑えよ、木田。何の名言だっけ。笑えよ。あ、セルね、セルの名言ね。よし、あるぞ。これで700枚ぐらいなんのか。あと一発ビッグ来たら、あと一発、あと一発、あと一発や。大丈夫大丈夫大丈夫。
何しとんねん、何しとんねん、まだおるよ、まだおる、まだおる。応援しましょうか。一気、一気、やめろやめろ。おい、あ、トマト正解、落ちてたんや。落ちてた。落ちてたんや。落ちてたんすね。あんなリプレイ来なくて。これはもう勝てる流れ。これは来ましたね。仕留めろ。ただでもこれまくったか、だいぶつこだな。うん、何ゲーム、40ゲームくらいいきました。ああ、ちょっと待って、これで次レギュラーでも当たったらもう間違いない。あ、それは言ってるはずす。いや、まさか一気コールが役に立つ時が来るとは。ほんまやな。すげえよ。俺らすげえよ。こんな伏線の回収の仕方ある。最後の最後で、うん、最後の最後で、すぐに当てりゃいいね。なんちゅう嫌なところで。木田、はい、終わらせるぞ。その前にごめんねって謝ってもらっていい。なんでや。怒ってごめんねって。なんでやねん、怒ってないわ。セーフ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 。あ、終わってるな。終わってる。終わろう、ケースしよう。うん。そんなことあるの。え、900枚あったら勝ち、勝ち、なかったら負けやな。頼む。ああ、うわぁ。うわぁ、1000円だけジャグラー回すわ。あ、ちゃう、2000円残ってるよ。2000円だけジャグラー。オッケーオッケー、行きましょう。もう持っといて、手で。
こいつはもうむちゃくちゃやけど126分の1 10回の1回、50代1000円やったらレギュラーでも勝つか。あ、多分そうですね。そうやな、3枚は出るでしょ。足りてへんのが53枚やから。いきます。はい、終了。終わりました。お疲れ様でした。あのリノさ、ほんまに落ちてたんかな。それはちょっと疑問ではありますね。あと1000円だけ回させてリノで、ごめん、あと1000円だけ。あかん、あかん、もう座られてる、座られてるわ。あ、でも落ちてるね。落ちないかったのかな。そうやろ。分からんすけどね。分からんな。お疲れ様でした。お疲れ様です。悔しい。悔しいっすね。最終的に結果が、投資が1000枚で回収が847枚ということですね。マイナスの153枚。はぁ、気だ。やった。いますか。あのさ、その最後あのリノ、はい、ちょっと気になって戻ったじゃないですか。俺辞めた13回転で、13回転でした。27回転でビッグ引いてはった。ああ、引いてましたね。どっちだったんやろな。落ちてなかったのか、さらに引かはったのか。はいはい、どうしよう。え、戻ります。いや、いいっすよ。いや、帰ろ帰ろ。いや、帰るよ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 。いや、じゃあ来月もここでしょ。わからん。え、そうなんですか。多分おそらく確かそんな感じですよ、次回も。おそらく、はい、いや、ちょ、なんかね、じゃあ、あなたにジャッジしてほしいんですけど、最後リノ打ってる時になんか急に富木さんが怒ってるとかわけわからんこと言い出して、で最後なんか謝ってとか言ってきやがって。いや、じゃあ俺別に怒ってないし。じゃあ受け取り手の問題なんでね。え、なんだ、怒られてると思った。お前黙っとけっつって。お前喋っとけ、俺もう打つから。それ怒ってないやんな。怒ってないよな。じゃあそれぐらい真剣になってん。ちょっと今日久々に燃えた。燃えました。いや、山形でもちょっと燃えたな。ちょっとね、震えましたね。最後は震えた。いや、木田、これだけ言っとくわ。あなたになって何ヶ月経ちましたか。だからこれで4ヶ月か5ヶ月目じゃないぐらいっていうことですよね。うん、まあぬるい勝負が続いたわけですよ。はいはい。これが必死のパッチなんですよ。分かった。殺伐とした、殺伐とした、ほんまに。お前黙っとかねえとマジで殴るぞ。ほんまに。あの感じが、お前、あの空気感が一緒パッチだから。もうちょっとあれっすね、早く新人の人入ったら変わってもらいます、ね、いや、ダメダメ、早急に。いや、ダメ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 。ほんまにね。だから、まあ、まあまあまあ、ちょっと行き過ぎてね、そこが行き過ぎて上の時代みたいにならへんようにだけ気をつけよう。そうだから、ちょっとやっぱこう、うん、よくない、負けてるからってこう殺伐するのよくないんで。じゃあ負けてるのはいいね、じゃなくて、まくりにかかってる時のな。ちょっとイラッとしたでしょ。いや、イラッとして、イラッとしたとかじゃなくて、じゃあでも、いや、ちょっと、いや、はよ帰りたそうな顔すんなよ。もうええわ、ごめん、長いな、長いな。結果はもう負けやもんな、うん、俺の。ごめんごめん、全部そう、負け。負け負け。負け、うん、それが全部、すべて、It's over です。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。はい、いやいや、まあ、今日、久しぶりに告知できて、何人の方に。あ、今日はね、10人の方がお越しいただきましたね、はい、ありがとうございます。まあ、もう覚えてなさそうだからいいかなと思ったんですけど、朝ね、ギャラ渡し忘れました。いや、覚えてますよ。覚えてました、覚えてますよ。
4290円。うん、ここで言わへんかったらすぐに、お前の上司にクレーム入れようと帰りの電車で電話で、うん、なんで合わせて9290円かな。はい、はい、お勝った、あれ勝ち、勝ち2連勝、今日2連勝2連勝これで2連勝2連勝じゃない2連勝言っていいかな多分ダメっすけど、ね、また戦えるなせっかくやのに今回負けてしまいましたが、すごい惜しかったね。また次回必死で頑張りたいと思いますので、皆さんぜひとも次回もお楽しみ、またお会いしましょう。さよなら、どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。